トストンはイギリスの物理学者である。父は楽器職人でホイートストンも1823年から1834年までロンドンでその仕事を学んだ。キングスカレッジロンドンの実験物理学の教授になり、1828年アコーディオンに似た楽器のイングリッシュコンサーティーナを発明した。1833年に音響の研究を発表している。 1836年には王立協会の会員になった。最初は音の電波や固有振動、楽器など音響の研究をしていた。1833年、サミュエル・ハンター・クリスティが発明した電気抵抗の測定法を改良した。これは後にホイートストンブリッジと呼ばれることになり、広く用いられている。 1833年、ステレオスコープを発明した。1834年、電線中の電流の速度を初めて測定した。1840年、連続的に電気抵抗を変化させることのできるレオスタットを発明した。その後、電気技術者のウィリアム・クックと協力して、電信の開発を行った。1836年に五針式電信機を 発明し、翌年ロンドンのオーストン駅とカムデンタウン間で試験が行われ、後に鉄道の分野で用いられた。1854年、プレイフェア暗号を考案した。友人のプレイフェア教と趣味でやりとりするのに使われたもので、プレイフェア教の名前で呼ばれる。ありがとうございます。